これはロンジンがチェコスロバキアですね、チェコ軍に納品した軍用時計ですけれども、まあ、相当大型のケースに入った有名なモデルなんですけれども、なんか、機械がですね、前期中期後期と分かれてて3種類あるようです。でこれちょっと今回初めて開けてみたんですけれども、これは多分後期の、キャリバーだと思います。ロンジンのキャリバーでいうと15キャリバー1568Z っていうキャリバーなんですけれども、金メッキですね。でこれが入ってました。でかなりこう状態良くないです。このちょっと文字盤見ていただければ分かると思うんですけど、ロンジンというマークありますよね。でもその下エナメルでまた塗ってあったりして状態良くないですけれども、まあちょっと珍しいので、中開けてみました。まあ正直その3種類もキャリバーがあるなんて知らなかったもんで、今回初めて知りましたね。まあそんなもんですよね、持ってても知らないこといっぱいあります。でこれが、まあ2ピースのケースなんですけれども、上側のケースですね。でこれも状態悪いって言ったのも、これ中にこう爪が本当はあるんですけれども、ベゼルが回るようになってその爪がですねないですね。でなんかこう見るとちょっと穴が開いてるとこがあるんですけど、ベゼルの内側にそこに爪があったでしょうね。それがもう取れてなくなっちゃってます。ちょっとわかるかな。でだけど今回ちょっと見てみたら面白かったのは、ですね、ラグに番号が打ってあったんですね。どっかな、ここかな、番号が打ってあって、あ、やっぱり軍用時計、あんまりラグが番号が打ってあるのは、まあもちろんあるんですけど、これは打ってありましたね。はい。でちょっと側今載せていますね。直径40ミリもあるバカでかいケースですから、ちょっとどうやんだ、ですね、どうやろうかな、ここを載せて、ここか。で裏蓋にももちろんこの刻印がありますね、チェコ軍の。ちょっと今片手なんでうまくいかない。まあ、当時にしてはステンレスケースでがっちりしてると思いますよね。こういう感じですね。爪ないです。まあ状態良くないんですけれども、まあでも、非常に軍用時計としては、特徴のある時計ですね。アイコニック的な、まあロンジンでもちろん復刻で出してますけど、アイコニック的な、まあ、今の時代には合ってるでしょうね。40ミリもあるケースですから、腕につけても全然今の時代に、遜色ないというか、まあ、こんな時計が現行品でもあっても全然おかしい。まあヘリテージコレクションとしてはもちろん出てますけれども、これ防水にしてね、ダイバーウォッチにしてもおかしくないですよね。はい、こういう時計ですね。ロンジン、チェコスロバキア、今もチェコスロバキアもないですけど、チェコスロバキア。30年代から40年代にかけて、なんか作られてたそうで、まあ、なんか3000個ぐらいとか言われてますけれども、ちょっとよくわかんない。ラグにあるんで、もしかしたら、刻印があるの数なのかもしれません。そういう。